黒目がちっちゃいんだよ、黒目が。だから上見るともう白目ばっかりですよ。どう？黒目がねちっちゃいんだよ。で基本的に人って黒目が大きいと可愛く見えたりとかよく見える。だから女の子ってカラコンで黒目を大きくするんだよ。で人形とかも黒目って大きくしてるんだよ。黒目がちっちゃければちっちゃいほどやっぱ威圧感出ちゃう。3 猫とかもちっちゃい。3なんて読むのそれ。三白眼、三白眼で、俺は三白眼なの。僕ちんはそうでもない。三白眼の人はもっと黒目ちっちゃいの。小さくないんだ。俺は三白眼じゃないんだ。でも三白眼ってちょっとかっこよくない？猫みたいで。ちょっとブルゾンチーム出てこないけど。あ、お疲れ様、いらっしゃい。いや、追い出すアンケートやったら追い出すがいいんだけど、無責任になんかあれしちゃったからと思って、俺が悪いみたいになるのが嫌だから、ちゃんとしてあれしたいなって思ってるって。連れ出したの俺だからね。実家も無理って行くとこないらしい。でネカフェで生活も相手も飛ばないから無理だし、ちゃんと出荷をしたいってこと。生活保護とか甘やかすのも良くない。元旦那と帰ってもらう。でまた殴られたら俺のせいってならない。どうする、病院送りにされたら。俺が返したからってならない。被害届出して戻るのもおかしいしな。あ、レイさん、リプ金なんでね、ダメですよ。リスナーさんと喋る枠じゃん、僕と喋る枠なんでね。俺どの道にやっぱ引っ越したいね。もうあそこの家はもう俺なんかね、嫌なことあるとリセットしたくなるんだよ。ちょっといろいろありすぎたね、あの家は。思い出みたいなのもあるしね。だからもうちょっと引っ越したい。ゆーちゃんありがとう、ありがとうね。あ、大阪なんだ。ありがとう。思い出しちゃ減らっちゃうよ、あのとこ行ったら。でも家探すのも大変だからな。2ヶ月かかったからね、あの家探すの。2ヶ月ホームレスしたから。うーちゃんありがとう。トイレ行ってまた寝るでしょ。寝つきもいいんだよ、すごいよね。俺ね、人が配信してる横で寝れないわ、気になって。出ていく言うあたりで01が責任を負うんじゃなくて、どこ行くかはツナに選択させれば。出ていく言うよ。じゃあ今月いっぱいで、いいですか。ちょっと今月いっぱい短い。じゃあ来月いっぱいで、はい。じゃあ来月いっぱいでお願いします。1ヶ月あれば大丈夫でしょう。1ヶ月あれば、その1ヶ月間に何もしなかったら、そりゃもう俺の責任はもう離れるじゃん。ちょっと猶予長めにしてあげて、別に1ヶ月帰らなくてもいいしね。しばらく旅人してもね、いいんですよ。ありがとうございます。ありがとうと話を聞いてあげるのは。
ちなみに俺あの携帯忘れたんで電話とかできません、配信。いやフォローしますよ。いやー安い、花火もらったらフォローなんて何でもしますよ。ありがとうございます。いや、アンケしなくても分かってる。あなたツナが好きなん、今度はツナ編ですか。それを考えて分からない人はちょっとうちの枠向いてないです。多分普通の人だったら俺が好きかどうか分かると思う、ツナちゃんのことね。普通に考えれば多分分かると思うよ。うん、好きだよね、そっち共感した、うん、じゃあ好きです、うん、ツナちゃん好きで振られてます。じゃあ1時間やったし、そう、眠たいな、うん、パルちゃんいびき、もうちょっと頑張るか、交代で。うん、次どこ行くの。まあ九州の方行くか東京帰るか、どっちかだね。でちょっとまあ大阪ね行くか、大阪には残るか、もういいけどね、そろそろね。火薬と2日絡んで、リオ分たちと昨日と今日で2日でしょ、うん、ちょうどいいよね、ちょうど。うん、大阪は面白いよ、大阪。昨日ちょっと夜中頑張りすぎたね。夜中寝て、普通に今日あの道頓堀の方でもみんなで繰り出してもよかったかもね、ちゃんと寝てね。いや競馬ってもう負けちゃってるし、あれ奇跡だよ、この前勝ったのは。でイキリストくんがゼロワン狩りをするっつってね、まあ、香川バーに来たんだけど俺に用がなかったみたい。なんかリスナーをねいじめて帰ってったよ、うん、あの子、うん、なんであの用がない時はねタイトルにしないでくださいね。で俺もめんどくさいな、まあ、なんか言いに来るのかなって、喧嘩しに来るのかなと思ったけど、うん、何もなかったよ、うん、怖いじゃん、ゼロワン狩りするとか言ってさ、親父狩りみたいなね。で俺は競馬で勝ったのを聞きつけて金でもたかられるのかなと思ったんで、うん、ネタでやってんのかな、あれガチでやってるでしょ、うん、ガチで。でもあそこもね、あの熱狂的なファンがいるから、あの中田塾のねあゆちゃんになんか行ってる時にあのよく行ってくれたみたいな、うん、リスナーのためによく行ってくれたみたいなことを言って。相撲でいいけどね、できないでしょ、ガリガリだし、ぶん投げてやろうかなね。こんにちは。ああ、ももちゃんありやすい。ももちゃんありやすい。でも、養分がちょっと可愛いらしい。可愛いか可愛くないか、可愛いらしい。俺はちょっと、手のひら返されるんで、怖い。最近ね、まあ、今やメンツが揃ってるから、いるだけでまあ楽しいじゃん。このメンツでどうなのっていう話だよね。このメンツの期待値でちゃんとできてるのかなっていうのがあるかな。だから期待値は多分高いはずだから、うん、まあ1万いってないね。俺はあの元嫁とね再会編で1万いったんだよ。そのために別れてるんだよ。で俺たち結構もう行くなら犠牲を問わない連中集まってるから何でもできるんだけどね、
そういうことだよ。閲覧のため、あの配信するためだけに分かれてるんだよ。やばいっしょ、もう。この配信の好きなことをね、分かれてるんだから。うん、閲覧のためだよ。だって湧くの分かってたから、行くしかないでしょ。うん。リスナーもなんか行ってほしそうだったし、リスナーの期待にやっぱ応えないとね。うん。いや、それで稼げるとかじゃないんだけど、それでね、アイテムが飛ぶとかじゃないよ。むしろ俺は好感度も下がってやばいんだけど、やっぱもう行くしかないよね。もうネタだよ、あんな。あんなね。なんで来るにね、10分で2万円も払わなきゃいけない。おかしいでしょ。返してほしいよ。4万円。閲覧のためだよ。閲覧の。やめね、まあまあいいけどね。うん。いや、もうちょっと展開考えてない。ちょっと分かんない、俺。どうしたらいいの？感じてるわ、うん。ディズニーは行ってほしかった。いや、もういいよ。あ、ありがとうございます、美濃さんも。ありがとうございます。すいません。他のリスナーさんなんか不満あったらすいません。ごめんなさい。あ、過去の女にはもう戻らないですよ。それはループゲーはしないけど。つなちゃんと本気でカップル配信したら、ブロックです。なんだ。そういうね、コメント苦手なんでやめてください。さよなら。昨日クルちゃんが政治にロケットを50発投げてた。ちょっと今日によって分かんないよ。誰か起きてこないと。夜中に爆投げしてました。50発も5万円、すごいよ。何でなのか分からん。政治のこと好きなのかな。あ、でもたかし、かっこいいたかしに見たいとか言って投げてたわ。で、来月ナイス頑張るらしいね。来月はあの元カノと元嫁がナイス争うのを見とこう。どっちが勝つんだろうって女同士のね、ゼロワンガールズ同士の戦いをちょっと見とこうかな。まあ、あの元カノが勝つんじゃない？ちょっとわかんないけど、そんな気がまだしますけどね。ちょっとナイス自信ないわ。うん、パルとかちょっと養分に勝てる自信がないな。休んでたしね。いや、きついんじゃない俺は。そんな気がするよ。弱気だよ。まあでも一応やっとくのか。いや、自分ちょっと自信がない。最近自信喪失してます。ちょっと自信がなくて。ちなみにナーボーで今月バファリンでやっぱキャス勢が強くて、来月も来るんじゃない？誰か一人来ると思うよ、キャスから。マジかよ。ありがとうす、ケンケンさん。しょ、また阻止できないんじゃない？頑張っても無理だったからね。え、聞こえない？声、ちょっと寝てるから静かに喋ってるんだけど。うん、駒井くんじゃあ多分負けないと思うね。今回ちょっとバファリンだったらフワッチ勢勝つかなと思ったけどね。想像以上に強かったね。マティアスもそんなにナイスは強くないと思う。
だってもう来てやってるからね、でバファリンさんやっぱ頑張ってるね、企画ね。昨日はあのわらしべ長者やってましたよ、わらしべ長者でちょっと見てたんだけど、結構人が大通りでやってて、まあね、あの女の子がやっぱりね捕まるね、声かけても、立ち止まるよ、イケメンだから、イケメンだからね立ち止まってくれるんだよ、あれ強いよ、で俺がやったら多分立ち止まらないと思うよ、だから20回交換するっていう企画じゃん、これ24時間ぐらいかかりそうね、俺やったら20回とか、無理だと思うよ、頑張って花火やす、やりやす、ああ久しぶりかも、ありがとうね、ありがとうございます。これだからね、これはちょっときついでしょ、帽子かぶりすぎてもうハゲてるパンチパーマみたいになってきてるんだけど、どうなのこれ、いたよな、なんか俺中学校のこれテンパでさ、スポーツ狩りでモテないやつの髪型じゃないこれ、あのサラサラヘアがブイブイ言わしてる時に、あのテンパーでスポーツ狩りで、あの全くモテないタイプ、終わってるじゃんもう、ちょっとまた髪伸ばしてストレートかけていい？ってひげ剃って、やっぱ俺ハタボースタイルのがいい気がする、でもちょっと入れ墨もやめます、もうそういういかつい系のなんか目指すのやめる、もひげも剃るわ、ちょっと方向性間違ってるかもしれん、まだちょっと髪伸ばすわ、前に戻る、ワイルド系ちょっと無理あるわ、ちょっと清潔感とかね、ひげ剃ってやろう、今たかしんちです、それが、ね、寝てますから、ね、だから嘘つきやろう、すいません、最近嘘ついた、それもちょっと直していくわ、教えてください、ダメなところも直したいんだよ、毎日ついてる？どんな嘘？あ、すぐ復縁するところね、はい、もう復縁しません、そこ直そうよ、バンジーダメなとこ、バンジー飛んだんだけどね、俺は、YouTube 見てください、寝てなかったら俺の配信にも映ってもらうよ、ごめんね、次は沖縄、しきちゃんにあのつばにゃんさんにね会いに行こうって言われて、しきちゃんじゃないカレンだ、好きなように配信してください、あーうーちゃんやすい、沖縄行く、つばにゃん編行く、ツイキャスでサブからです、一言多いところ、まこちゃん、うるせえバカ、ごめんね、あ、ごめんなさい、こういうところアホ、つばにゃんがすごい太ったらしい、つばにゃんの今をリサーチしに行く、やめて、誰もダメだね、しきちゃんもダメだし、誰ならいいの、ちなみに4年前にね、あの誰だっけ、そう、ツバニャンにコラボしてもらいました、で一番初めて絡んだ大手さんだから俺の師匠かもしれない、
愛子より前だから、うん、で金梅さんより前だからスバニャンが師匠かもね。初めてふわっちリスワン取った時もあのコラボ機能でツバニャに上がってもらってリスワン取ったんだよ。うん、ちょっと恩もあるんだよね。ゆまるコラボ面白くなりそう。なるわけないじゃん。あのね、元カノの中でも俺はね、あのよく思ってない方だね。あの子は虚言がすごいからね。うん、虚言が。あ、マミママさんありやすい。ここちょっと性格悪めだと思うよ。俺はもう人のこと言えないけどね。でちょっとね、やっぱふわっちに合わないっていうか、婦人部さんにはちょっとね受け入れられない、ちょっと生意気なとこあると思うよ。可愛げないっていうか、だから多分ね、あそこはね男リスナー多いと思う。婦人部さんちょっと馴染めないと思うよ。うん、婦人部さんはね、うん、やっぱ偉そうとかで生意気に見えちゃうと思うよ。タヌキでいてます。あー、ありやす。あ、DM 見ました。ありやす。でも3時間かけてトツに来てもらえないからね。結構トツしたいって言うんだけど、ワンちゃんみんな起きたらリアトツ町もでも告知しないとみんな来づらいからね。急にさ7時ぐらいに起きて、じゃあ今からさ道頓堀行ってリアドツ町しますって、そんな来ないよね。来るもんなの？来ないでしょ。ふわっちって世界狭いし。いや、佐藤さちゃんと絡んだよ。うん。